本日は、ディーンのラジェットリングヘッドを紹介いたします。こちらですね、8分の3の差し込みの小さいラジェットとして、使っていただきますね。こんな感じでなってます。はい、で後ろですね、見ていただきますと渋位置の差し込みがありますので、こちらに、工具をうまくこう使っていただきますと、こんな風に変形して使っていただくこともできます。で、さらにですね、こちら中の方をですね、アダプターが取れちゃいまして、渋位置のアダプターや、こちらですね、ビットラチェットとしても使っていただけますし、さらに、最近発売されたロークリアランスのですね、このソケットなんかも、つけていただけますね。で、反対回しにしていただくときはこれを抜いていただいて、反対につけていただきますと逆回しになります。こんな感じで、使い方はいろいろありますので、ぜひこの工具をマスターしてください。